今回の日本物理学会の論文では抵抗率が長さに比例し面積に反比例するという新しいことを発見した。こちらを論文にしていこう。いやしかしこの一大発見をどのように書くのが適切なのか僕にもさっぱりわからない。出川先生、大学院の入試ってどれくらい落ちるもんなんですか？また君か。僕は大学院の入試などに興味はない。僕が今興味があるのは研究で、なぜ、科学的になぜということを証明する、それにしか全く興味がないんだ。その大学院の入試などという誰でも受かるような試験に僕は全く興味がない。帰ってくれ。でも聞いてください、普通に勉強してきた学生が2年連続で院試に落ちるなんて、こんなのありえません。ありえない。どうしてそう言い切れる？1985年、バース、掛布、岡田3連発を含む素晴らしい活躍を見せた選手たちが21年ぶりの優勝を手繰り寄せた。2009年、赤星憲広の引退によって阪神タイガースのセンターがいなくなったことをきっかけに助っ人外国人マートンが来日、それによって214本のヒットを放ち、2010年優勝かと思いきや最後の最後で優勝を逃してしまった。2022年、1964年に55本のホームランを打った王貞治に代わり村上宗隆が56本のホームランを打った。このようにありえないと言われたことをありえるに変えてきた事象はいっぱいある。仮説は実証して初めて真実になる。君は今ありえないと言った。なぜありえない、そう言い切れる？出川先生、でも落ちたのがこんな真面目そうな学生でもですか？実に面白い。っていうシーンあるじゃないですか。はい、はい、ということでここまでやってきましたけども、で僕思ったんですよ、このガリレオのこの湯川先生、今日は出川ですけど、いろんなところに数式書きまくるんですよね。結構治安悪いけど、治安悪い、だってなんかの展示されてる展示物のショーケースのガラスに書いたりしてたから、ね、そうそう、デキン先生はデキン先生なんであるんですけど、ということで今回やっていきたい企画、実に面白い第1回ガリレオ選手権。これ私が一応なんかガリレオ役らしいんですよ。こっちが刑事さんで、甲柴咲ね。普通ありえないんですよ、うん、大学の先生が自分の授業とかすっぽかして刑事さんの手助けするってあんまありえないんですよね。だから今回別に僕はいるのかと、要はガリレオ先生は本当に必要なのか、いるのかっていうのを検証したくて、今回はですね、僕 VS 刑事さんで、今から数学ときます。でも花尾は普通に神で解いてもらいます。僕は地面だったり壁だったりいろんなところに書き記す、そういう感じで僕は解いて、実際どっちの方が早いのかっていうのを今日はね検証していきたいと。なるほどなるほど。多分それで早押しでしたから、早押しでこれ間違えたらどうします？間違えたらもう5人逮捕ですよね。間違えたら5人逮捕、ね、違う犯人を導き出してしまったと。そうですよね。だからもう大失態やな。大失態やから、まあ、その問題の解答権失うにしますか。じゃあはいはい、もうはい、やっていきたいと思います。願いやめろ、ズボイズ。リアリーインタラスティング、実に面白くない。これが容疑者の家か。参考書類は見当たりませんね。参考書も見当たらないが、しかし非常に勉強のしやすい空間じゃないのか。これで飲酒に2回落ちた、そんなことがあり得るのか。でもただこんなにたくさんお菓子がありますよ。さっぱりわからない。こんなにもたくさんのお菓子、お菓子？花尾くんは飴1個50円、ガム1個70円、チョコレート1個98円、ポテチ1個105円をそれぞれ0個以上買いました。支払った金額がちょうど1000円の時、飴を買った個数と考えられして考えられる数を全て求めよう。これを解いたら、ゆうゆうが飲酒に落ちた理由がわかるんじゃないのか。そうかもしれません。で、始めてみます。つまり、飴は50個、つまり、整数、0以上の整数ってことだね。うるさ、キュルキュル、キュルキュル、うるさ。105円、もう0ポイントだね、ちょうど100円の時、1000円、飴が飴、飴ね。消費税などを考えなくてもよろしいでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。ガナドみたいに声出してる音。
はい、どうぞ。6個13個20個正解。よし、やっぱり先生の力がないと私は何もできないわ。実に面白い。参りました。君にはやはり僕が必要だ。僕と一緒にこの因子のなぜ落ちたか、さらなる究明、次の場所へ行こう。レッツゴー。ここが被害者が住んでいた近くの駐輪場か。何の変哲もありませんね。ただこの丸見てください。これは円の方程式じゃないですか。確かに円の方程式でもないが、これだけではさっぱりわからない。でもこれって積分で求めることができますよね。積分？インテグラル0から1の x 3乗プラス1分のマイナス x プラス1 dx を求めなさい。これが何かしらのヒントになるはずです。このヒント、やばいんだこれ。くそくそ、誰これ。そうだったっけ。マイプラプラプラマイプラじゃなかったっけ。ちょっとカンニング、うわ見づら見づら。あいつのカンニングしようと思ったらクソ見づらかったっけ。全然読めない、筆が進まない。ケムさん、こっからどうしたらいいの。あの部分分数分解してください。天の声が聞こえたわ。だって全然自分が書いた文字読まれへんやないかい。これが真相への手がかりになる、なるというのが本当に甚だ疑わしいぞ。これは1入れると0ですよ。プラス DX プラス DX。 はい、どうぞ。ログ2。残念。いやちょっと待って、俺託された。俺託されてもうた。よし、じゃあ俺が絶対に事件を解明してみせる。なんで表紙に書いてるんですか、あのさんは。本当にさっぱりわからない。文字は読めた。読めない。自分で書いた文字がさっぱりわからない。ちょっともう出川先輩、正解してくださいよ。もうこれ、あのエジソンがこう言った、 100% は成功するなんてありえない。 99% の失敗と 1% の努力から成功というのは導かれる。これも一つの失敗だ。結局ゼロだ。分かったぞ答え。3分の2ログ2。正解。ガリレオムの、ガリレオムの、ガリレオムの、はい、ただの渋谷の落書きの嵐。僕は子供が大嫌いだ。こちらが被害者の学生が通っていた学校の運動場か。自然が豊かでいいところですね。自然といえば、君は整数の中でもプラスの値しか取らない自然数というものを知っているか。それは学校で習いましたけどね。僕が最近研究している研究の中に整数という分野もあるんだ。整数ですか。整数。いや、お前自分でやってもらった。自分で振ってもらった。整数、3シグマの K イコール0から4までの 2K プラス3かける K たす1の2乗かける K たす2の2乗。これを解けば手がかりがつかめるかもしれません。ゆうゆうが解けなかった問題の答えが分かるかもしれない。やりましょう。膝が痛いんだよ。ここ絶対に被害者を救ってみせる。これはどうしたら早いのかしらね。これを普通に計算するとなるとなかなか厄介ですわね。バリバリ吹いても関係なく全代入してますよ、もう。ゴリ押しはやばい。もうそこでゴリ押しできるメンタルとそこでするわ。はい、早っ早っ。これまだ何も書いてへんねんけど。どうぞ。57,147。
なんでそこは正解しろよ。ほんまそれな。ガリレオ。ちょっともう一回出して。出川は。絶対計算合ってんねんもん。出川は。ここは当てろよ。いや合ってんねん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 と俺。合ってんちょっとね。合ってんねん。あ間違えた。ここや。成功率やったらば、はい、これが104キムさんこれいけます。よし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 、もう絶対合ってるって。俺ガリレオやねんからさっぱりわからないさっぱりわからない。残念。そんな間違う合っとるよな。なあ、俺は天下の、ちょっとなんか僕は帝都大学の教授。ついに学歴を振りかざし出したと思う。デカは学ぶだぞ。栗林さん、もうあなたが教授やってください。一回俺答えさせてもらっていい？はい、出ました。どうぞ。これです。正解！44,100。正解！無意味無意味お前の計算無意味無意味。この格好で計算できないなんて、生まれた来た意味の論理性がないんじゃないですか。なぜ自分が生まれたのか、その証明をしてください。性というのはまだまだ全然解明されてない分野だ。あまり気安く語らないでくれ。科学的じゃない君の話は絶対結婚できないタイプ。あれから何時間か経ったか。ここが被害者の家か。やっぱりここに最大のヒントが隠されていそうですね。ただお菓子がなくなっている。誰かが動かした形跡がある。確かに。ただそこにフライドポテトが追加されてます。フライドポテト座標空間上に PAB1 がある。球面 X2 乗プラス Y2 乗プラス Z2 乗イコール1と直線 PO との交点のうち P に近い方 A、 そうでない点を P とする PAB の内積を求めよう。これを解けば絶対に分かるはずだ。今すぐ解けば。先に解いてますね。俺にはペンがなくても俺は大丈夫だ。クリエイティブな発想。まさか雪舟みたいな雪舟のアメリカンバージョンだなんて。さすがの俺をもってしてもポテトじゃ何もできない。予想以上にポテトマジで何もできない。予想以上にポテトマジで何もできない。水墨画の勢いで何もできてない。でも俺には暗算がある。暗算がある。企画の趣旨。企画の趣旨。この紙とケチャップとポテトマジ意味ないもん。実に非論理的やもん。実に非論理的やね。早答え出して。早答え出して。これ無理や。俺待ちなんやもんな。それも B に近い方を A。 ちょっと待って頑張って出す。だからこのこれのせいで考える気になれないんやね。なんかコーヒーもありますよ。コーヒーもありますよ。コーヒーで何ができんのこれ。ちょっと難しいですねこれ普通に。お、ちょっとマシや、こっちの方。こっちの方がちょっとマシや。地味にかけてる。ケチャップとコーヒーの合わせ技がいいんかな。で、B がマイナスの方ってなった時に、はい、大きさはどうなるかというと、いや、でもこれ暗算やからな。ちょっと待てよ。答え出たけど、合ってるか分からへん。マジで？うん。もう一回確認するわ。9とか出ました。9出たよ。それともプラスマイナスルート何かに分のってやつでしょ。はい、それは出てる。出てるんけど強すぎ。ただ強すぎ。 OP と OA は出てる。 OA と OB は出てるね。はい、すげえ。はい、ルート A2 乗足す B2 乗足す1マイナス1。ゼロゼロの時はちゃんと1、ゼロになってんねんけど。これ A の2乗プラス B の2乗プラス1分のカッコ A の2乗プラス B の2乗カッコ閉じカッコ A プラス B プラス1カッコ残念
じゃあ俺回答権渡していい？どうぞ。あ、どうぞ。まあまあ言ったね。もあ、そうっす。いや、いいよ別にいいよ答え。いや、まだ出てないもん、ちゃんと。答えは A の2乗プラス B の2乗。正解。だってこっち普通に解いたもん。もう無理よこれは。そういう企画なんです。 OB2 乗低い。でもさ、結構近いことやってたと思うんだな。いやでも相当すごいと思うよ。うわ、めっちゃ腹立つ。うわ、これもうガリレオとかどうでもいい。めちゃくちゃ腹立つ。でも容疑者の謎はこれで解けたんじゃないのか。容疑者 X、 わかった。なぜあいつが2回死のしたか、すべて暗算で解いたからだ、あいつは。絶対嘘。落ちてしかるべき、落ちてしかるべきなんだ、あいつは。全員が全員ガリレオになりたかったわけだね。ガリレオへの道はまだ始まったばかりだ。てれてれ。あー、もう腹立つ今の。じゃあ警察の方が今の腹立つ。今の